そしてあのマイク・タイソンをジャックが怒らせちゃった。史上最悪の事態、その結末は。役者の悪口ばっかり言うなって。またまたびっくり。スポーツファンタスティックの時間がやってまいりました。こんばんは。長いな。とんでもないことをしでかしてしまいました。何が誰が我がファンタスティック班がですね、はいはい、とんでもないこと。何何、こちらをご覧いただきましょう。タイソンを怒らせた。タイソン怒らせたの。しまいました。本物ですよ。ほんまに番組プロデューサー、はい、失態を。え、マジで大将怒らせたの。とりあえずこの VTR をご覧いただきましょう。今まで数々の大物アスリートの番組出演を実現してきたジャンクスポーツ。そこで次に狙った大物は本当にボクシング元世界三大タイトル統一ヘビー級王者マイク・タイソン。世界最強のボクサーであり最強のトラブルメーカー。何をしてかすかわからない男として数限りない逸話を持ち、数百億円のファイトマネーを使い果たしてしまうなど、世界中の誰もコントロールできない史上最強の気分屋です。そんなタイソンに出演交渉するため番組プロデューサーが太平洋を渡り、やってきたのはアメリカロサンゼルス。番組プロデューサーが選びに選び抜いた交渉の場はセレブの街ビバリーヒルズにあるムービースター御用達の高級フレンチレストラン、ラ・オランジュ。ロサンゼルス一人気のフランス料理店。美味しくないはずがありません。しかしこの選択が番組プロデューサーに悲劇をもたらしてしまうのです。おっとやってきました。番組プロデューサーの案内でタイソンとその恋人ホイットニーさんが着席しました。あ、いいな。タイソン今のところすごくご機嫌は良さそうです。ここのお店はですねフレンチなんですけど、あの普段どんなお食事、フレンチ大丈夫ですか。はい、はい、あ、超楽しそう。乾杯。いやでも嫌やわ。いや、タイソンとご飯食べたい。雰囲気の中乾杯です。グラ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 。あ、いつになく機嫌が良さそうなタイソン。ここまでは順調にことが進んでいます。 Can you ask a question? Sure. In America, freedom of speech. しかし次の一言がタイソンの逆鱗に触れることになるのです。よく何言ったの。あの東京ドームの試合ちょっと負けちゃいましたけど見に行きました。よりによってその試合はタイソンが1ラウンドノックアウト負けを喫してしまった試合。タイソン自身汚点だと思っているに違いありません。あっと一転してタイソンの機嫌が急変。このままでは交渉決裂か。とそこで一品目の料理がやってきました。高級フランス料理がこの重たい空気を変えてくれるのか。番組プロデューサー料理の味によほどの自信があるのか余裕の笑みです。まあまあ美味しければほら。タイソンその料理を一口スプーンに取って食べた。美味しい美味しい。がどういうわけか。え、すぐに水を飲んでしまった。どうしたの。しかも料理が残っているお皿を存在にも遠ざけてしまいました。どうやらお気に召さなかったようです。再びピンチ。レースで一番人気のフランス料理が気に入らないと番組プロデューサーの表情が曇る。そして2品目の料理フォアグラのテリーヌがやってきました。が何やらダダをこねるような仕草のタイソン。あっと料理を指でつついた。そして一口も食べず下げろと指示。もはや番組プロデューサー放心状態。タイソンを見つめるしかありません。しかもタイソンその後も来る料理来る料理全てに口をつけてくれません。なんで。さらに極めつけは料理ばかりか番組プロデューサーにまで背を向けてしまった。なんという事態。口に合わない料理を次々と出され彼女までもが同情する始末。出演交渉大ピンチ。何かいい打開策を見出さなくてはなりません。とその時会話もないもんな。え、
when I'm trying to be diplomatic here. We all mean French fries would be fine, you know? なんとタイソンはフレンチポテトが食べたかったようです。それを聞いた番組プロデューサー、慌ててポテトを注文。そしてお待ちかねのフレンチポテトがやってきました。ちょっとこれは嫌ですね。果たしてこのポテトがタイソンのご機嫌を取り戻す奇跡の料理となるんでしょうか。さあタイソン、ご希望のポテトが目の前に出されご機嫌を直すのか。さあどうだ。なかなか食べない。見かねて周りの人間が気を使い始めた。その時、凍りつく番組プロデューサー、やはりポテトごときでご機嫌を取り戻そうとしたのが甘かったのか。思えば世界最強の気分屋と言われているタイソンに出演交渉をすること自体が無理なんでしょうか。そんな中、立ち込める暗雲をかき分けるように最後の一品デザートが運ばれてきました。もはやこのアイスクリームに出演交渉の全てをかけるしか術はありません。果たしてこのアイスが膠着した関係を溶かしてくれるのか。さあアイスをスプーンに取った。食べるかと思いきや彼女に食べさせた。なるほど。タイソン、自分は食べないのか。もう一回スプーンに取って食べた。食べました。果たして反応はいかに。冷たいとか、うまい、うまいと言った。それを機に席を切ったようにアイスを食べ始めるタイソン、よっぽどこのアイスを気に入ったようです。このアイスのおかげで損ねていた機嫌も戻り、まさに起死回生。そして食事後、鼻歌交じりでキロについたというタイソン、この後ご本人から連絡があり、ジャックスポーツ出演が正式に決定しました。なんだアイスでいいのかよ。最初食べました。マジですか。いや、これはですね、本当に本当の話です。あ、そうですか。番組プロデューサーは真剣に凍りついたらしいです、はい、アイスが出てくるまでどのぐらい沈黙だったんですか。いや、相当な話なんですよ。フレンチのあれだけの料理が出てくる間ですから、あのアイスがあってよかったんですよ。だからまだ分かりませんよ、もちろんね、うん、決定はしましたけれども、ね、まだ途中でまたコロッという可能性もあります。そういう時には浜田さんが行って、うん、アイスでこうもう一回切り込む。いやだ